今回も頑張るのぜ。ランキングは台湾3名、韓国5名、その他2名。いい感じでばらついてるぜ。おっとでかいのが、味方か。密度の高齢者発見。ワンワン。君は逃げる方向を間違えたのだよ。せいや。全部は食えなかったか。いい感してるな。逃げないのかこのうっかりさんが。うわぁなんか来た。TH、タイランドですな。障害物バリアー。バリア破損、緊急回避。逃げたところに余栄さが。じゃあ、でけえのいるし。障害物ディフェンス。ふう、向こうに行ったか。おお、あれはさっきのタイランド。追わないでおこう。深追いしてさらにでかいのに食われることもあるのだ。あ、こんにちは。妙な動きしたら小さい方食うからな。おばあーま。単独で4分割なんてするもんじゃないぜ。10位になったしそろそろ相方が欲しいな。あんたどうかね？嫌なようだ。くまあ。最新帝国？チャイナさんかな？さっきのタイランドがあれな感じの日本に食われてる。くまあ。でかいのがおる。味方だ。上納金を支払う。そういや、大きめなのがいる。対比じゃ。ダブルアップチャンス。え、なに？上等希望なの？よかろう、行くぜ。相方がいるのといないのでは運命の差があります。分裂状態の収集はもちろんですが、状況による大きさの調整や障害物ストライクなど、かゆいところに手が届きます。平たく言えば攻守ともに強化されます。でかいのがいるけど味方だな。こういうの食おうとすると、その相方に食われる。焦るなよー。
怖いな。高いの狙ってそうですね。知ってるぜ。悪魔って言うんだ。とりあえずこの TW さんと共闘だ。追いかけろー。巨大なのが接近。まずいな。巨大なのを狙ってるようだ。だが撃ててない。巨大なのが最接近。ダメだったか。だが無理しなくていい。小物を狩るか。そういや、なかなかのハンターだな。この戦闘的なスタイル、良いではないか TW さん。韓国か。この大きさならいけるかな。思えば楽しい日々だった。次回だぜ。ちなみにまた TW さんと暴れ回るのだが、それは次回ではないんだ。では、ご視聴ありがとうございました。